ありがとうございました。ディストルカバーズ新しい CD から日だまりお届けいたしました。改めましてバロテと言います、私たちバイオリンとコントラバスの2人組のユニットで活動して1年ちょっと経ったところでございます。鶴見はですね、去年のクリスマスの日にそこのサルビアホールの音楽ルームでワンマンライブをやりまして、そこから時々来るようになりました。そして今年はですねワンマンライブなかったのですが、来年の2月の7日に、ラゾーナ川崎プラザソルというところで隣の駅になりますがワンマンライブをやることになりました。この日に200人集客挑戦しています。200人の満席を目指して活動しているので、一日一日大切に過ごしていきたいと思っております。ぜひ来てくれる方いましたら、ちょっと先になりますが2月7日ぜひぜひ開けておいてください。そしてぜひチケット受け取ってください。頑張ろうマキロン。もうこれから私たちの天敵の冬がやってまいりますが、冬でももちろん路上ライブはやっております。多少の雪にもね負けずにね頑張ろうね。はい、そんな時見かけたらぜひ声をかけていただけたらと思います。よろしくお願いします。ではあと2曲して、今日のステージ終わりにしたいと思います。それでは聞いてください。ではオリジナル曲の前にカバー曲を1曲お届けしようと思います。大ヒットになりましたアナと雪の女王ですね。もう本日2回目になります。雪だるま作ろうではない方にしましょう。レッドイットゴーをお届けします。聴いてください。